沖津駅は、静岡県静岡市清水区沖津中町にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA13。運行形態の詳細は、東海道線を参照。清水寺を横切る東海道本線の列車清水寺と、東海道本線、明治末期東西両系を結ぶ、鉄道計画で、東京名古屋、岐阜間のルートが、 中仙道経由から東海道経由に変更された際、東海道53時17番目の宿場町であった、おきつ塾では、小踊りして喜んだという。そして、鉄道のことをよく知ろうと、ジャーナリストや経済、法律の専門家を呼び寄せ、おきつの宿の一つで宴会を催したとも言われる。ぜひおきつに駅を設けてほしいと、 隣の清見寺を持つ清見寺町の住民も巻き込んで熱心な誘致運動を展開し、それが功を奏して路線の開業とともに沖津駅は誕生した。その際、清見寺では境内の一部が鉄道敷地として召し上げられ、それによって風地が損なわれたことに対する保証金が支払われたが寺の住職はそれを堅納したと言われる。現在でもその名残で、 東京側から見ると、沖津駅を過ぎた先で、清見寺の総門と本堂の間を、東海道本線が横切っているのを見ることができる。大正から昭和戦前にかけての元老、西園寺金持が晩年を過ごした別荘、座魚荘の最寄り駅としても知られ、当時は政府閣僚らがことあるごとに沖津駅を利用したという。また、西恩寺の状況に備え、当駅に、 西温寺専用の優等車両が配置されていたと言われる。ユイ駅との間にあるサッタ峠付近は海岸と山に挟まれる地形となっており土砂災害が頻発する区間である。1974年7月7日に発生した七夕豪雨では線路に大量の土砂が堆積したため普通となり6日間に渡り沖津駅で折り返し運転を行った。 ホーム端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線を持つ地上駅。1.2番線が本線、3番線が副本線となっている。3番線から保線車両留置用の側線が分岐している。2つのホームは保線橋で連絡している。折り返し列車が多数あり、運行上の拠点になっている。3番線が折り返し専用であり、 一日一本を除きすべて折り返し列車となっている。2020年のダイヤ改正より通過待ちに使われなくなった。3番線に入線する列車は3から6両、編成までである。そのため3番線に入線する上り列車は、編成が6両より長い時、静岡駅で運行する編成を短くしている。東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で、 清水駅が当駅を管理している。港内南側の短式ホームに接して、コンクリート作りの駅舎がある。内部には、待合所や JR 全線切符売り場、自動券売機、簡易型自動改札機などが設置されている。早朝、夜間は無人となる。かつては売店が営業していたが、今は営業が中止され、店舗自体も撤去されている。 静岡県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は2139人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。かつて、沖津駅、入口バス停から、富士駅まで運行していた富士急静岡バス駅前の、ロータリーにしず、鉄ジャストラインの沖津駅前停留所があり、三保山の手線が発着している。なお、 お津駅から 2.4km 清水よりには1926年の1964年の間に海水浴シーズンの臨時駅として袖市駅が設けられていた注車区店。ありがとうございます。